ロンドンスタジアムはイギリスのロンドン東部オリンピックパークの一角にあるスタジアム。2012年のオリンピックとパラリンピックのメイン競技場であった。五輪開催期間中の収容可能人数は約8万人で、ウェンブリースタジアム、トゥイッケナムスタジアムに次いで一時的に全英で3番目に大きなスタジアムであった。 2015年ラグビーワールドカップと2017年の世界陸上競技選手権大会の開催地でもある。前回のロンドン五輪の試競技場で陸上競技とサッカーの決勝戦が行われたウェンブリースタジアムとは違い、ースタジアムでは陸上競技のみが開催された。ロンドンオリンピック組織委員会は2006年10月、マッカルプイン、ポップヤラス、ビュローハプルドのコンソーシアムによる スタジアム設計案を採用した。スタジアムは屋根が建物を丸ごと覆う独特の外観で筋肉が人体を支持するのと同じ構造で、スタジアム自体が人体を表現するよう設計されている。ロンドンパラリンピック終了後は収容人員を6万人に縮小し、陸上トラックを残したままサッカープレミアリーグのウエストハムユナイテッドのホームスタジアムとして使用される予定だった。 その後、同じロンドンが本拠地のトッテナムホットスパーが反発していったんは白紙に戻されたものの、ウエストハムユナイテッドは2013年7月、2016から2017シーズンよりトースタジアムを本拠地として使用することを改めて正式に発表した。2013年7月26日から28日までオリンピック1周年を記念して、 陸上競技大会セインズブリーズアニバーサリーゲームズが開催されダイヤモンドリーグと障害者陸上競技が行われたダイヤモンドリーグが行われた26日と27日は6万人の観客がスタジアムを訪れた2019年6月29日から6月30日にかけてメジャーリーグベースボールのヨーロッパ初開催となるニューヨークヤンキース対ボストンレッドソックスの 公式戦が2試合開催された。陸上競技場であるグラウンドを野球仕様にする大掛かりな改修工事が行われ、メジャーさながらの野球場となった。初戦はヤンキース先発の田中正宏とレッドソックス先発のリック・ポーセロが共に初回から打ち込まれ、MLB 史上初となる両先発が初回を持たずに交番する展開となるも、最終的に17対13で、 ヤンキースが勝利を飾った。2020年も6月13日と14日に MLB 公式戦シカゴカブス対セントルイスカージナルス戦が組まれるも2019年新型コロナウイルス感染症の影響により MLB の試合短縮と時刻内開催の方針により当たりスタジアムでの試合は中止となった。建設中のロンドンスタジアムスタジアム内部野球仕様の ロンドンスタジアムスタジアムの設計案は2007年11月7日に公表された。設計者のポップヤラスはスポーツ施設やコンベンションセンターの設計から大規模イベントの企画までを専門とする建築設計事務所である。廃止されたドックレース場の跡地に建てられ、建設には2007年から2011年までの4年間を要した。 2009年6月時点では、スタジアムのアリーナ部分が建設され、その周囲に2万5千席の常設座席が設置された。建設地にもともとあった傾斜はそのまま設計に取り入れられ、区画を変えながら半地下まで掘り進められた。このすり鉢型の競技場を利用して、上位の層は解体が容易な軽量の鉄とコンクリートで組み立てられ、 さらに5万5千人の観客の収容を可能にした。8万席を備えた独特のスタジアムは2012年の夏季オリンピックの主競技場として開閉式と陸上競技が実施された。当時の規模は 310x260m で高さが 62.7m。座席全体の内前方の約40%が屋根に覆われていない構造だったとも言われる。 五輪終了後は、収容人数を6万人に抑えて使用される見込みである。取り除かれる予定で設営された上部の客席と地上部との距離が長く、観客に不便な設計だったと、本県には関与しなかった、建築家のザハハディットは指摘した。ありがとうございます。